こんにちは、萌えです。今回は色鉛筆の水性と油性、色の出方の違いについて比べたいと思います。今回使うのは、違うブランドになるんですけど、こっち水性ウォーターカラーっていう書いてある方、こっちは、ダーウェントのやつです。これは確かイギリスとかのやつだったかなと思うんですけど、多分ね、ちょっと調べときます。で、これあんまり売ってないこともあるんですが、もし Amazon に売ってたらリンク貼っときます。結構ね、昔のやつなので古いです。はい。で、もう一つはファーバーカステル。これはね、ネットに売ってます。 Amazon でも売っております。これもね、リンク載せておきます。結構絵をしっかり描き込むときは、私はこの油性のファーバーカステル使ってます。あと、もう一つ油性の、プリズマカラーも持ってるんですけど、こっちをね、よく使ってます。こっちは36色です。で、こっちは12色しか入ってないですね。なので、ちょっと同じ色で、同じような色で検証していきたいと思います。はい。で、使う紙、これはですね、私がアメリカで買ってたやつなんですけど、ブリックアートっていう、アメリカの画材屋さんですね、それのスケッチ用の紙です。これも超普通のスケッチって書いてあるんですけど、超普通のなんか鉛筆とかクレヨンとかに、チャコールとかチョークですね、チャコールとかパステルにいいよっていう紙ですね。はい。で、これは売ってんのかな、ネットでも売ってないと思うんですけど、このウェブサイトだと売ってます。その買い方もね、前の動画で出してるので、英語なんですけど、そんなに難しくないので買えます。で、しかもアメリカの方が画材安かったりするんでね。ただ今円安のせいで日本で買った方がいい時もあるし、送料入れると日本の方が安いんじゃないかっていうこともあるので、ちゃんと計算してから買ってください。はい。では、何色にしようかな。まず、じゃあちょっと分かりやすいように赤にしてみます。で、こっちはね、赤2色あって、ちょっと朱色っぽい明るい方と濃いやつがあります。なので、両方使ってみようかと思ったんだけど、こっちどれが似てるかな。この辺かな、上とこれどっちが似てるかな。ちょっと微妙に違うんですよね。こっちが似てるから、じゃあ朱色っぽい方を比べてみようかと思います。これは多分ね、同じ感じの色だと思います。はい。あ、これブリッジ、これやっぱりイギリスの絵でしたね、ダーウェントは。で、こっちは、ファーバーカステルはドイツのブランドです。なので、国も違います。はい。じゃあ、まず私がよく使っている油性の方、ちょっとアップにしようかね。はい。こっちだと書き心地とかもね、レビューしたいと思います。私がいつも使ってるやつなんですけど、普通に書くとこんな感じです。薄く書くと、どうしようか、こっちでいいかな、なんか使うとこんな感じで、今尖ってるところ探してちょっと書いてみますね。尖ってるところ探して書くとこんな具合でございます。こういう風に寝かせて書いたり、強く書いたり、薄く書いたり、立てて書いたりすると、こういう風な違いが1本の色鉛筆で書けるんですけど、これをじゃあ水性の方でも同じように書いていきたいと思います。ちょっとね、色が違うのはご了承ください。こんな感じです。で、パッと見あんまりわからないかもしれないんですけど、今私もね、今まで別に比べたことなかったんですよ。同時に使うことがないので比べたことなかったんですけど、今使ってみてわかったのは、この水性の方が硬いと思います。使い心地が硬い、芯が硬そうです。こうやって書いた時にやっぱりなんか硬い気がするんですよね。で、この油性のこのファーバーカステルの方、柔らかい感じがします。実際にこれがプニプニ柔らかいっていうことじゃないんですけど、筆圧、圧をかけた時にこっちの方が、なんていうのかな、硬さを感じますね。
で、まあ、水性油性何が違うのかっていうのは前の昔の動画でも出してるんですけど、こっちの水性は水をつけるとあの水彩絵の具のようになるんですよ。これもねちょっとやってみようか、せっかくだから。今筆があるのでね、水と筆があればできます。ちょっとここにビャッと水をやっちゃうと、びちょびちょになっちゃうので、ちょっと水を濡らしたやつね、筆今濡らしました。これで水を濡らすとこういう風に水彩画のようにこういう風にできるんですよ。薄くなってこう消えてるじゃないですか、若干ね。完全に消えることはあんまりないんですけど、こういう風に伸ばして絵を描いたりすることができます。それをじゃあ反対にこの、水性じゃないや油性の方でやるとどうなるかというと、こっちは、まあ、若干ね油性だけど、まあ、上に粉が乗っている状態なので、そうするとちょっとこんな感じで混ざっちゃうのは混ざっちゃうんですけど、こんな感じで溶けることはないです若干ね、若干溶けてるけど、溶けてるというか若干色ついてるけどね。これはただただ多分上についてる粉がザーッとこうなんていうのかな、溶けてるだけで、こう普通だったら本当に触るだけサッてやるだけで本当にこうやって溶けるんですよ、水性だとね。なのでその違いです。なので、まあ、こういう本来はこんなに溶けないはずなんだけど、ちょっと濃く描きすぎたからね出ちゃってますが、こういう風に水性は描くことができるので、水性で描きたい水彩絵の具で描いてる上からこれをちょっと足してもう一回この筆でちょっと描いてみてみたいな描き方もできるんですよ。それが水性絵の具のいいところです。で、まあ、油性は何がいいのかっていうと、まあ、普通に水に溶け、普通だったら、ね、溶けないところなので、こういう描き方をしないときは普通に、鉛筆で描くとき、描くだけのときはこの油性でいいと思います。でしかもなんか今本当に描いてみた感じだと、この水性の方よりもやっぱり油性の方が柔らかい感じがします。それかもしかしたら、このブランドのせいかもしれないです。でもう一つこうやって、まあ、ちょっと若干薄く描きながらだんだん濃くしていっているんですが、この描いた時ちょっと見づらいかな、わかんないかな、実際に見ると若干やっぱ、油性の方がツヤツヤしてます。油だからね、光をこう当てるとツヤ感が出るんですよ、若干ね。わかるかな、わかんないな。でこっちももちろん水性の方もガシ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 上をこう塗っていくとツルツルにはなるんですけど、やっぱり油性の方がツヤ感が出ますね。でどん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 ちょっと濃くしていった時にどんな感じになるのかやってみよう。こんな感じとはこっち、別に水性だから油性だからっていう、こっちは油性だからこんな描けない、水性だからあんまりうまく描けないとかはないので、別にどちらでもいいと思います。ただなんとなく自分的には油性の方が均等に最終的には塗れるんじゃないかなっていう気がします。こんな感じね、こっちも均等なんだけど若干なんていうのかな、濃く描いたところ、一番最初にガッと濃く描いちゃうとこっちの方が、水性の方が残りやすいかな、跡がっていう気がしました。はい、こんな具合です。違い分かりましたかね。もうちょっと違う色でやってみようかな。次じゃあ全然違う、ちょっと青が芯がなかったね、緑にしよう。ちょっと濃い緑、これだと水性油性、やっぱりこのファーバーカステルの方が柔らかいですね。本当にこれ同じブランドでやった方がねいいのかなと思うんですけど、こっち水性こっち油性です。なんとなく柔らかいっていうのが、この芯がこっちの方がどん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 減っていくみたいなイメージがします、こうやって描いてるとね。
その分なんかこう柔らかい、描きやすいって感じですね。でこっちは描きやすいんですけど、ちょっと抵抗がある感じがします。硬い感じなので、濃く描きたいなみたいな時、もしかしたらこっちの方がいいのかなと思うんですが、もちろんこっちでも尖らせて描けば濃いのはもちろん描けます。で水性と油性を一緒に使わないって最初私言ったんですけど、やっぱり水性油性、水と油なので、あんまり一緒に使うことはないかな。もちろんこの上からね、これ油性の上から水性描こうと思えば描けるんですよ。逆に水性の上に油性描こうと思えば描けます。ただあんまりノリが良くないかなっていう感じです。でもしやるんだったら、油性の上に水性じゃなくて、水性の上に油性がいいと思います。これは絵の具でも一緒ですが、油の上に水よりも、水で普通に、乾いた状態、まあ、水性の状態の上に油性で塗った方が描きやすいと思います。こっちはね、やっぱ油の上に描くってなるとちょっと抵抗がある感じ、あんまり塗れない、塗れるけどちょっと頑張んないと塗れないなっていう感じがします。なのでもしどうしても上から重ねたいっていう人は、水性の絵の具の上からだったら油性乗せていいと思います。全然ダメっていうことはないので別にいいんですが、取れやすいとかもあるかもしれないので、その辺気をつけてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、油性水性というより、もしかしたらこのダーウェントとファーバーカステルの違いになっちゃったかもしれないです。はい、ちょっともし、どちらかの同じ種類、同じブランドで違うウォーターカラーと油性のやつがね手に入ったら、それもまたレビューしたいと思います。はい、ということで今回は油性と水性、ダーウェントと、ファーバーカステル使い心地の違いについてお話ししました。皆さんもね、自分が使ってるやつどんなものかなっていうのを一回見てみてもらえたらと思います。じゃあまた次の動画で、バイバイ。